皆さんおはようございます。超感原田の時間です。好評をいただいております。究極の育成教育シリーズですね。今日のクレードです。短いです。今日のクレードは全身全身全霊で伝える、全身全霊で伝える。今日の元気アップクレードでした。いってらっしゃい。全身全霊で伝える。ねえ。かっこいいね。いい言葉やね。全身全霊で伝える。全身全霊で伝えてるかな？僕はこれ、聴感、有感、皆さんに YouTube 届いてるかな？全身全霊で伝える。ですよね。これやっぱりね、大事なことだと思うんです。プレゼンテーション、講演、研修やりますけども、やっぱりね、こっちがしらけてね、気抜けたらね、研修制度、感動低いんですよね。で、僕もプロですから、講演とか研修伝えるプレゼンテーションのプロを目指してますから、やっぱりお客様、YouTube の皆さんが同じクレドをちょろちょろと言うよりも、やっぱりそうやなと、長官言う通りやなと、原田の言う通りやなってね、共感していただいて、そこから何か行動が変わって変化につなげたいわけやね。だから、全身全霊で伝えるっていうのは本当に大事で、僕の場合は、特に対象者が子供たちの場合は、もう全力で行きますね。表情、泣いたり笑ったり、眼差し、身振り、手振り、アクションゴリラ、声の大きさ、トーン、上げたり下げたり、言うてね、やります。よく学校の講演会にも呼ばれますけどね、その時、もう特にそうですね。非常に落ち着いてしっかり聞いてくれる態度教育、聞く姿勢ができている子供たちばっかりじゃないですね。手を焼いて、ちょっと態度が悪いと。先生お話し中態度悪いか分かりません。いや大丈夫ですよ。行きますから。っていう、そういう心のコップが塞がった状態。ね、ブスッと不機嫌に、いやいや講演研修受けるような人の時であればあるほど、全身全霊で行かなあかんと思うわ。もう全力で行きますね。その代わりに60分とか90分の講演終わったらこうなんね。こうなんね。もう研修終わったらもう声ね、タクシーで爆睡運転手さんに起こされるってね。もうしょっちゅうそんなんありました。過去に、中学の教員やってた時にね、いじめがあったんですね。いじめがありました。で、私ちょっと外へ出てたんですね。これで、通常のいじめです。被害者女の子、加害者男の子。男の子が、女の子、ちょっとお家がネグレクトであって、ちょっとね、体臭臭かったの。お風呂入ってへんから。かわいそうやね。で、男の子らが、いじめたん、それを臭い臭い言うてからかって。で、すぐにそのことが分かって、厳しい指導したんです。で、まあ、分かりました。双方ともね。まあ、普通のいじめだったんで、何もないかなと思って。私は、出張したんです。まあ、大丈夫だろうと思って。他の先生方に任そうと思って。そしたら、電話かかってきたん。これ。どうしました？言ったら、先生、帰ってきてって、どうしました？大混乱やーって。何が？って、いじめの謝罪が大混乱。どうしたん？って言ったら、女の子に対して男子が謝ると思ったと。ほんなら、男子が謝ろうと思ったら、一人のちょっとバカな考え方のおかしい保護者がパッと手を挙げて、先生方って、何やって。うちの子供を犯人にするんですかって急に言うたって。何やそれと思って。女の子、臭いじゃないですかって、女の子にはね、お風呂入ってないじゃないですか、臭いじゃないですか、臭いのはその子のせいじゃないですかって、臭い女の子に臭いって言うて、うちの子を正直に言っただけじゃないですか、何が悪いんですか、どこがいじめですか言うて、反撃してきてんで、そんな親おんねん、たまに。これ、おかしいでしょ。ほんで、あまりのことに、女の子泣き出してんで、だってせん、いじめの被害者で、謝罪で、保護者ごめんね、生徒ごめんね、シャンシャンシャンやろうと思ってんのに、謝る前に反撃されて、お前が悪いって言われて、うちの子供は濡れ衣や、なんて急に言われてんで、そのおかしいやん、人間力のかけらもないやん。ほんで、あまりのことに、先生方も意表つかれてんて、で、あわわ、あわわってなってんて、なったらあかんやん。その時に、新米教師が机、叩いて言うてんて、なんて言うたか言うたら、なんか分からんけど間違ってるわって言うてん。なんか分からへんけど理由ないけど間違ってる、あんたも間違ってるって、うわーって言うてん。その先生泣いてんて、
ほんでシーンとなってんて、ほんで空気変わってんて、ほんでそれ言うた親もハッとしてんて、あ、これあかんわと思ってんて。すごいですよね、これ。別にその女性教師なん知識もないですよ。そういう時にどう言えばいいとか、こう言えばいいとか別にないですよ。でもとっさに出た言葉、全身全霊でそのいじめが悪い、全身全霊でその女性と救いたいという言葉から感性爆発してんね。なんかわからんけど、もうあんたら間違ってる、うわー、素晴らしいね、素晴らしいね。まさに感性の爆発だ、岡本太郎だと思います。そして空気がガッと変わって、話が元に戻ったという、そういう究極の経験しました。素晴らしいね。頭の中で理性で考えて A たす B は C、 これはこれ、これはこれ、それも素晴らしい。だけども全身全霊で体も言葉も感情も泣きわめいて伝えるっていう、そういうのが必要やね。そんなコミュニケーションやプレゼンテーション、伝え方にもね、挑戦をしてみてください。皆さんもね、そういう機会にね、遭遇するというふうに思います。全身全霊で伝える、今日のエクレドでした。素晴らしいね、女性の先生でしたね。なんか胸が、スッとする、そういうお話であったと思います。その波に乗って今日も元気アップでいってらっしゃい。拍手お願いしまーす。よーお、なんかわからんけど間違ってる、言うてみたいね。いってらっしゃい。もう理不尽やと、おかしいと、女の子泣いてると、臭い、失礼やと。やっぱり感性、気持ちに訴えることを喋らないと皆さん入らないので、そういう場合はね、もうパワーポイント使えません。私もね、これからちょっとね、またね、原点に帰りまして、パワーポイントなしの言葉一発の講演会や研修に挑戦しようと思います。